さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、チョコレートで作るカーネーション、このお花を作りたいと思います。お店でもね、すごい人気の飾り付けなので、ぜひ最後まで見て作れるようになってください。ではやっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料の紹介をしていきます。これですね、ルビーチョコレート、ピンク色のがルビーチョコレートですね。あとはホワイトチョコレート、こちらの2つで作っていきます。はい、じゃあまずこの2種類のチョコレートをレンジで溶かしていきます。多分ね、600ワットで、15秒とか30秒を何回も繰り返して完全に溶ければ大丈夫です。はい、これ溶けたチョコレートですね。何度とか全然温度気にせず溶けてればいいので、この2種類で使っていきます。じゃあこの溶けたチョコレートをこの板の上に流すんですけど、これ大理石に今日は流します。で、大理石じゃなくても御影石とか、なんか石とか冷たい石だったら大丈夫です。最後ここに伸ばしたやつをヘラで削っていくんで、テーブルだと削れちゃうんで、こういう石を使ってます。じゃあやっていきます。これ大体の量で大丈夫です。これを伸ばしていって、でテンパリング温度調整とかいらずにこうやって混ぜてるだけで、温度がどんどん下がって結晶化していきます。これをこうなるべく平らな状態に伸ばしていきます。で、ある程度伸びたらホワイトチョコレート、これね、チョコレート1色でもできるんですけど、今日はちょっとややこうマーブルにしたくて2色使ってます。なのでビターチョコレートとかでもできます。で、この状態で自然に固まるまでちょっと置いときます。じゃあこれこう触って手につかなくなってきたので、さっきのパレットで削っていきますね。これまず最初周りちょっとこう綺麗にして、なんかこう削ったらこういうのが取れるようなイメージ。こっちの端もちょっと一旦こう綺麗にして、じゃあこっち側からちょっと削っていきますね。テンパリング取ってないんですけど、普通に今冷えて固まってる状態です。いきます。こんな感じ。これをいっぱい取っていきます。ちょっと置いときます。ここに手を置いて削ってあげると、こうひだひだができる。これをいっぱい取って、後でケーキの上に飾っていきます。手を置いて、こうやって押すだけ。手を置いて、はい、たくさんできました。これを飾っていきます。じゃあこのケーキに飾っていきたいと思います。これさっき取った、いくつか取ったパーツですね。これを普通に乗せてつけていきます。はい、これ最後これで形を今ちょっと整えて、これで完成です。最後ちょっと金箔もつけてデコレーションします。
はい、じゃあこれで完成です。さあ、最後までありがとうございます。どうですか、できました？すごい可愛く、ピンクのケーキにピンクのお花で可愛くできたと思います。これですね、ポイントですね、テンパリングとかは一切いらないので、チョコレートを均一に薄く伸ばしてください。それで手がついてもくっつかない程度になったら、さっきのヘラですね、パレットを使って思いっきり勢いよく削る。そうするとこの並々のカーブができて、カーネーションの花びらみたいなのができます。それを本物のお花をちゃんとしっかり見て丸く飾り付けてあげるとすごい可愛くできますので、まあ、ちょっとね、難しいかもしれないですけど、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今後もいろんなチョコレートの使い方紹介してきますので、最後まで見てくれてありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしてます。ではまた会いましょう。さようなら。